バイオサイエンスという学問は植物、微生物、動物、このような生物のさまざまな生命現象を科学的、生物学的、分子生物学的な方法を用いて明らかにしよう、そして明らかにした成果を人類のために役立てようという学問分野です。ここののののバイイオサイエンスとといいうのははつ始まったのかこれはなんと紀元前年小麦の栽培や 家畜の利用こういうものが全てバイオサイエンスの開始だという考えられておりますまたビールとかワインのような発酵食品味噌もそうですねこういう発酵食品の作成もこれは立派なバイオサイエンスとなりますその後バイオサイエンスというのは飛躍的な発展を遂げていきますまず全ての生物というのは細胞からできているこれを発見し次に手刀を開始することによってワクチンが開発され そして遺伝の原理というのはすべて DNA が担っていて DNA というのは二重らせんを作っているということの発見そして遺伝子組み換え体の作成それで皆さんご存知のように iPS 細胞の作成偉大な発見がこの後に続いていきますこのバイオサイエンスという分野はもう一つの特徴がまだ分からないことがたくさんあるということなんです世界最高レベルで研究をしている我々我々はですね毎日ワクワククの連続ですなぜなぜらば 人類が知らないことと毎日出会えるんですこんな面白い学問分野は僕はないと考えておりますこのバイオサイエンスという学問分野が現在人工知能とかビッグデータとかいうデータサイエンスによって大変革を起こしているというのを皆さんご存知ですかこれは人工知能に 安定的に飛べるドローンのフレームを作りなささいと言って設計させたものですその結果できた構造がムササビの骨盤とそっくりなものができましたすなわち今まで実験的にはできないと言われたら進化という分野を AI 人工知能を使えばこれから検証し実験ができるということを示しているわけですコンピューターの発展というのは指数関数的ですこのままいくと2020年には人間一人の脳 と同等の能力を持つコンピュータータが10万円以下で買えますもっと怖いのは2050年には全人類の脳と同等の能力を持つコンピューターが10万円以下で買えるようになります多分このような時代になると人間というのはこの AI 人工知能を使ってこの感覚と機能をより拡張する時代になると思いますすなわち人間の進化ですらコンピューターと一緒になって前に進むということになるわけです バイオサイエンスの大変化時代へようこそ。